もー、こんにちはー。今日は新井さんじゃなく、あさこです。あーちゃーよろしくお願いしまーす。突然の雪山ですけども、はい、今日は10年に一度の大寒波ということで、寒い、めちゃくちゃ寒いですね。びっくりなぐらい、今シーズン一番寒い。やばいですね。日本列島がもうちょっと今進化してますけど、やばい。はい、今日は一緒に、こんにちは、こんにちは、さえちゃんと一緒に見ていこうと思います。どんな感じですか、ちょっと日本滑ってみて。いや、そう、雪もそこそこあるんですけど、気温が寒すぎて確かに、そう、全然走らなくてでもいいところ探していこうと思ってます。はい、今回なっちゃんがバートンのこの AK ウェア着てますけども、以前の動画でアラスカでも耐えうるウェアということで紹介させていただいたんですけど、ウェア的にどうですか？マイナス十何度でも寒くはないんですよ、全然。ああ、やっぱり冷てて寒くはないんだけど、はい、さすがに今日ちょっとこの辺の隙間風が寒いと思って、今までこのバラクラはすっごい暖かいんだけど、はい、今シーズン初めて隙間風が寒いって思うぐらい、あ、川の近辺は寒かったのに体は全然ヒットラです。ああ、やっぱりそうなんですね。さすが AK はすごいなって思いました、ね。あ、ちなみに今日レイヤリングみたいなどんな感じなんですか？バートンのファーストレイヤー、はい、でその上にモンベルのインナーダウン、その2着だけ。へえ、やっぱりコアっていうか、やっぱ体の部分は寒くなくて、その隙間風で冷たいから、そう、ちょっと隙間風だけ、それ以外は大丈夫。マジっすか、すごいな。今日ちなみにさっき見たらやっぱりマイナス12、3度くらいはあったのかなっていう感じなんで、多分サンレーの方いたらもうちょっと低いかですよね。すごいですね。今日はもうこれを検証しようということでやってきたわけですけど、ちょっとそしたらもう一本ちょっと滑って、はい、体をさらに冷やしてみようと。はい、逆に温まるのかな。ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、頑張ります。レッツゴシェルの方は暖かいですか？体全然寒くないです。やっぱすげえな、平気。はぁ、OK、
今滑ってきました。はい、戻ってまいりました、はい、しかもマイナス18度の中滑ってきました。やばい、これはびっくりあ、でも AT だと風切ってます。風も入らないし、うん、やっぱ快適に滑れるので。そうですね、はい、なんかね、すごく気持ちよさそうにパウダーをいただいてましたけど。やっぱり風はね、すごいことになってて、そうです、ね、寒波だなっていうのは感じましたけど、うん、はい、はい、皆さんも AT に注目してレールチェックして見てみてください。はい、では皆さん、これからももう少しの間楽しいスノーシーズンを。またね、ありがとうございます。